はい、どうもみさんこんにちは、たよです。今日もゆるか前回続きからやっていきたいなと思います。前回は究極の鍵の門番の、2匹目をね、倒しましたので、今回3匹目を目指してやっていきたいなと思います。で、前回、前々回として、オアシスの鍵、海賊の鍵に行きましたので、今回氷の鍵に行きたいなと思います。おそらく場所は氷で合ってると思うんですけど、どこの王様に会いに行くかってとこですよね。ここね、王様が3人いるんですよ。なので、どの王様に会うかっていうのが、わからないんだよね。とりあえず会える王様に聞いてみてかな。心当たりがない。ベスターニア、イーストリアかな。ここはどうでしょうか。そう。泉の精霊ね。精霊の泉。出たね。東方の地イーストリアを目指しなさい。なんだ？え？なんかめちゃくちゃ強そうなやつ出てきたんだけど。何こいつ、やばない？え、ここのボスこいつ？狭間の闇。あいつ勝てんのか。見た目的に竜王系かな。
もう一回会いに行ってみよう。うん。ダルジャンの鍵。塔の中の扉。塔の中の。塔の中か。確かに解放されてからあそこには近づいてないね。戦ってんのか。なんかバリアみたいなの張ってるぞ。倒された。倒されとるにボスだよな。ちょっと一旦この辺りセーブしといて、あれだよね、古城の的を。ほう、行きましょうか。ここは何系なんだろうな。ギミックが多すぎるとかちょっと苦手なんですけど、状態異常受けたな。前回から少しだけレベルを上げてきたんですけど、うん、いいね。ここマップが結構広いですね。早っ、うん、ゴーレムは魔人攻撃持ってるから、持ってないかなこいつは。魔人攻撃持ちは本当にね危険なんですよね。命中はしにくいけど、まあ、当たった時ねダメージがきついね。
うわ、ここも結構道が難しいな。これしかもダメージ床のギミックだよね。トラマナソーってあったよね。トラマナソー効いてるよね。うわー、これミミックっぽいな。大丈夫かな。正規ルートが上っぽいね。この上か。ここでいいのかな。あ、ここで鍵を使うんだ。中華ばっかりあるな。メタルドラゴン。マネマネ。うーわ。マンドラゴナって即死系持って。ってるかな。皆殺し。タイトドラゴン危険だな。たけび。オッケー。ちょ、回復しといて。飛んで。飛んで、んで、ここも飛ぶと。ダメージ床か。
これどっちだろう、置くかな。うん、こっちが正解っぽいか。チラッとだけここも見とこうか。休止符。マネマネと。オッケー。オッケーだね。よし。一応ドラマナスをまた飲んで。では、こっちか。よし。やっぱ敵が強いね。一旦この辺りでまたセーブしとこうか。ここは違うっぽいな。あ、そういう感じ。これ乗ったところでって感じだよな。
いや、やっぱりあっちに何かあるのか。大魔道のコイン。ここ何もないよな。ここ行く意味あるのか？悪魔の壺か。こいつって何するんだ。こいつも即死系持ち。うわー、魔人攻撃持ちか。うーわこいつ、ここ降りたからって？これだけか。として間違ってんのかな、ここ。ここから来たよね。こいつ先に倒しといて。ここに登ったとて、宝箱が1個だけ。ってなると、戻ってたな。
とっ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 と。上のルートか。結構道があるな。ここも正解じゃなさそうな雰囲気はあるな。ここに渡ったとして、宝箱だけだもん。せっかくだから取りに行くか。ってことはさらに左のルートか。結構ダメージ受けたぞ。戻ってこっち。こここそが正解だろう。逆にここが正解じゃなかったらどこなんだって話になるから。で、降りれないのか。降りれない。
たけび。よし。お、仲間にしてあげようじゃないか。そろそろボスじゃないか。一旦この辺でまたセーブしとこうか。うん、なんかあるね。絶対ボスだ。こいつ、我は鍵の番人なり、究極の鍵を求める者に試練を与えん。汝の力を我に示してみせよ。バリバリ魔法系ですけどっていう感じですね。こういうやつには魔法カンタ、グランドクロス、魔法カンタ、ステルスアタック、ベータドローン、かけてあげて、グランドクロス、イオグランデ、いいね。イオグランデ効かないのか。グランドクロス、あ、ちょっと待って。世界樹の雫でちょっと回復しといて、グランドクロス、攻撃して、ギラ系効くかな？いや、こいつ。一体は沈んだか。うん。あ、ちょっと待って。うわあ。強っ。あ、違う違う違う。こうで、こう。薬草でグランドクロス、メラガイア効くか。
特約層で、今マホカンタ溶けてるかな。リホイミかけてメラガイア。オッケー。この辺何かあるのか。アイテムがある。骨付き肉。にはないか。一応回復しとくか。これで三つ目の鍵が解放で、なんじゃここは。なんかいろいろいるし、宿り木の塔。死んだままだよね。ワープン。なんか守ってるんだけど。あ、違うわ。
これまさかこの状態で、これ多分ほぼラストだよね。一旦セーブだけしといて、はい。まあ、てなわけでですね、まあ、今回は、とりあえず3つの扉、お守りね、3つの門番、倒して、まあ、その次にね、扉が開放されて、まあ、このね、宿り木の塔、かな、ところに来たんですけども、まあ、次回ね、この続きやっていこうかなと思います。で、一旦 MP とかも回復させたいので、一旦街に戻れたら戻っておきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。